朝ドラ、半分青いあらすじ予告。第142話スパロウリズム立ち上げ。9月13日木放送分。危機物語。春の病室で、律の口から、スズメと一緒に会社を立ち上げたと思わず出た言葉でしたが、春はすっかり安心しました。それを聞いたスズメは、 本当にいいのかと律に聞きますが、律が一緒にやらないと、さらりと返すと、律と一緒なら楽しいと、スズメは承諾しました。その後、春の手術は無事に成功し、スズメは宇太郎たちに見送られ、東京へ戻ります。その頃、東京では、妻狩りを訪ねて、離れて暮らす息子の修二郎がやってきました。実は 妻狩りは自分の会社が倒産したことを修次郎には伝えていませんカフェでラーメンを作っているとは言えず妻狩りはなんとか会話を成立させようと頑張りますが修二郎との会話はなかなか弾みません一方岐阜から戻ったスズメトリツは来る日も来る日もそよ風の研究に勤しんでいるのでした